ご視聴ありがとうございます。ハレルヤ看板娘のケイチンです。スタッフのヘルカイトです。はい、というわけで始まりました。いや私たちが第1回目のね、動画開封動画ですね。開封でね、開封した時に話題になっていたあのめでたしコントロール対決、実現したね。私がなんかめでたしコントロールをなんかポンポコさんが組むって言ってた話から発展したんですよね。そう私めちゃくちゃ楽しみにしてました。いや、私も今回初めてデッキを構築するっていうことをして、しかも条件が、まあ、まずめでたしの、カードのね、勝利条件なんですけど、まずめでたしの勝利条件がアップキープの開始時に、あなたがコントロールしているパーマネントに色が5色含まれていて、しかもあなたがコントロールしているパーマネントやあなたの墓地にあるカードにカードタイプが6種類以上含まれていて、しかもあなたのライフ総量があなたの初期ライフ総量以上であった場合、あなたはこのゲームに勝利する。はい、まあ、なんか6種類は、まあ、インスタント、ソーサリー、エンチャント、クリーチャー、アーティファクト、プレインズウォーカー、土地。スタンダードだったらそのあたりがありますね。うん、この中の6種類が、まあ、大体全部って感じで、ね。そう、大体全部。お互い、めでたしのみでしか勝利ができないっていう条件で、まあ、特殊ルールでね、これからやっていきたいと思います。はい、というわけで、お互いね、デッキ見るの今回、ここがもう、試合始めた瞬間に初めて見るので、お互いのね、リアクションとかも楽しみながら、ぜひご視聴ください。お願いします。はい、というわけで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、大きい方で。いくよ。なんかさ、でかいからこれやる意味ないよね。あんまり揺れない。今思った。6。6。いや、失礼します。はい。よーい。先行。よーい。コントロール対決だから、ここの方がいいのかな。いや、でもコントロールじゃない可能性も。あー、怖い。怖い。まあ、先行もらいましょう。はい、じゃあ。はい、チェックします。無理。いや、キープしましょう。おお。7枚。七枚。チェック。キープ。お願いします。めっちゃドキドキする。いや、めっちゃドキドキするね。やばいね。ドランとしておしまいです。はい。ターンもらいます。ドランでターン終了です。はい。色がまず違うね。まず全然違う。一色も被ってない。セットランドしておしまい。はい、ターンもらいます。はい、トップアップキープで取るします。セットランドして考えします。はい。私今謎のママベースしてますからね。今のところ。緑ないだけっていう。私も謎だよ。いや、まあ私のさ。おしまい。ちょっと取ろう。コミチ、はい、そのまま返します。はい、アトッパキのドロドランド4マナカラ、ウカイロ取ります。はい、やったー。おっとおっと、マナ加速してきたぞ。はい、カットお願いします。失礼します。これでエンドで、さあ、エンドにコミチ入れます。はい、入れます。よいしょ、アトッパキ、はい、キープドロドロ。はい、あ、テジさん、テジさん、私ライフカウンターが、あ、ここにいつもあるやつがない。え、これもしかしたらショックインしても2点食らなくて済みます。なわけねえだろ。ライフカウンター持ってこーい。はい、じゃあショックイン、バン、ここ18、ノーマナで、はい、そうの日、マジそうの日、オッケー、取るな、よかった。じゃあ2個目は、やばやば、どうしようか、こっちのパターンか。で、まあ、2個目が、まあ、タミオ。ああ、タミオ、伝説の招集者タミオ。はい、で、まず出たプラスから入ります。5、6で、指定がハイドレッドコンセプト。はい、ボーンという感じで打ちました。はい、で、これで2個唱えたかな。で、終わりです。はい、ドロ。いや、ニューセット最短っていうか迷ったんですよね。トランド。じゃあ、アショク、まあ、来るとは思った。はい、マイナスしましょう。どうぞ。
した、こうしました。髪音。トロフィーです。あ、オッケー。で、追放してもらって、2回ね。どうぞ。1、2枚置いて、おしまい。じゃあ、頑張ります。はい。ドロ。ドロ。はい。プラスで。はい。2ミリ咲いた。うん。はい。うわー、すごい。引けてる。今、あれしてもしなくてもよかったんですけど、うん、で、まだ1個も唱えてないのかな？ない。うん。はい。出ます。で、戦場の雪、ライブラリに自分からカード10枚公開する。はい、10枚。と、10枚公開する。その中から色2色の組1組につき、うん、ちょうどその2色であるカード1枚選ぶ。その4枚。まあ、OK。まあ、ハンドに加えられるってことが。ルーティー、うん、キキうん、この4枚を手札に加えます。であとはライブラリーの元目に無作為。トロフィーなー。でこれは私のターン中にしか呪文を唱えることができなくなってしまう。そうあの日トロフィーやなー。じゃあトロフィー。はいよ。じゃあこっち向いていきます。はい、じゃあターンを返す前に、はい、めちゃくちゃ手札があるのでリスカードが。おアーティファクトクリーチャーで、エルです。ドロッ、うん、で、ラセット。で、もう一回。はい。いや、私今打ったらハンドカンないから、何色でもいいじゃん。きっつそっか、はい。はい、確かに。じゃあ、タムライマス。はい。アンタムライマス。いや、だってタミオが回収できるじゃん。まあ一応、うん、ただ掘れなくなる。そうね。4ターン目に動いてるからね。シャドウ。そうなんだよね。私も4ターン目だったら遅いでしょ。うん、遅いし。いや、じゃあマジ。はい。1目がアショク。はい、アショク出た。で、マイナスから。はい。で、対象、落とすのこちらです。そっち、オッケー。4枚落としました。で、追放。はい、ハイドロイド X4。うん。クズ4。うん、2枚ドローします。うん、2点回復。で、ミーティングゲーム。で、タミオをマイナスで4。はい。20。うん。で、ディスカード。ディスカードまでいきます。はい。まあもう置くしかない。はい。めでたしめでたし。置かれた。1、2、3、4、5。お互いワンド。おしまい。おしまい。あ、もらいます。いやー、気持ちいい。ドロ。海をマイナスで。めでたしめでたし。はい、回収。した。した。で、1個目。1個目。めでたしめでたし。はい。で、4、3、4、5、6。インスタントあるから6か。インスタント、フレンズウォーカー、アーティファクト、フィーチャー、どっち？こっちにエンチャー。アップキープが入ればな。英語の呼吸。それなんだっけ？これは、自分追加ターンで。続いて追加の1ターンを行う、うん、です。はい。で、そのまま、うん、もしあれだったら、うん、負ける。でもね、オッケー。いやー、これで延長割られたら私は悲しくて死んでしまう。で、ターン終了。で、次のアップキープ。アップキープのスタックで。あせん。ない。よっしゃー。負けたー。
というわけでミレコン対決いかがでしたでしょうか。私たちはめちゃくちゃ楽しかったんですよ。うん、うん、そうだね、私たちはすごく楽しかったね。これ使うんだみたいなのめっちゃ分かったし、ね、そうそうそう、なんかお互いのカード全然違う感じで、ただあのアショクとか、ね、あと私まだ出てなかったんだけど、ね、私もタミーを持っててゴロスとかなんかそこら辺のカードがすごい被ってるっていうのも面白かったよね。やっぱそこ使うなみたいな。私たちそれぞれな感じなのが、うん、次元を上げた祝賀とニューミゼット最短かな、ここが多分違いますよね、コンセプト的に違う。そうだね、そこが全然違ったかな。次元を上げた祝賀は私かなり注目してて、うん、ゲームもできるし全ての色を持つ市民できるやんって思って絶対に入れようと思ってたカードですね。あとニミセットセッターもね、うん、ドラゴンでね大好きだから入れました。それすごい面白いなって思って、そういうシナジーっていうか感じは私は全然思いつかなくて、カードフル多いからね一枚一枚見れないし、私の場合がアショクとかサヒリが色が2色入ってて、バントカラーをメインにしてたんだけど、青だけでも出るから事故らない。そうですね、黒と赤が盤面にいればめでたしめでたしのやつも達成しやすいし、そうそうそう、ね、淡々と好きなカードで5色選ぶみたいな感じだったかも。いやーデッキ作るのめっちゃ難しいなと思った。いやー難しい、なんかみんなそのビルダーの人たちってなんか頭の中にカードプレイ出来上がってるのかな、うん、そうめっちゃすごいですよ。新しいカード出るじゃないですか診断で、うん、診断で出て、まあ、このカードが強いなって思って、うん、このカードと合うカードなんだろう、タタ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 みたいな。そう、いやパイオニア、パイオニア。いきなりそっち？そんなね。なんかデッキビルドの話してたから、パイオニアのね。ずっとそうそうしてた、話したかった。そうそう、パイオニアのデッキはどうしようかな、みたいな。もうなんか。キッチンさんはいつじゃないですか。使ってたデッキとかのカードを思い出しながら、組んでみようかな、みたいな。パイオニアの、なんか、対戦は一回動画でやりたいなと思ってるので、ぜひそちらも楽しみにしててください。頑張ります。というわけで、今回の動画はここまで。この動画が良かったと思ってくれた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。というわけで、ケンチンでした。エルカイトでした。バイバーイ。